久保さん今回は象にしましょうか憎しみ像憎い憎い像まあ僕ねあの負けず嫌いというか、まあ、負けず嫌いまあ久保さんに憎しみはないですけども何だろうな結構ね憎しみありますね憎しみなのか嫉妬なのか要はなんかそのうーん象象うん 負けず嫌いのもっと深いのが、なんすかね、負けてたまるかっていうのは表面的なところでもっと奥底になんかね、なんかその憎悪的なのがあるんでしょうね。で、その憎悪の悪魔をうまく活用するというか、マイナスをもうなんかマイナスをうまくプラスに転換していくってことですね。これね、まあまあ、 もろはの刃かもしれないですけども、マイナスをプラスにうまく使えるようになると、実はマイナスの方が良かったりするんですよ。ただし、このマイナスをうまく使えないと、マイナスに巻き込まれて、あの、まあ、うつ病とかね、病気になりますね。だけど、これマイナスをね、うまく使える人は逆にね、マイナスが欲しいみたいなね <laughs>。これちょっとね、あの、ぶっ飛ぶとマイナスが逆に欲しくなりますね。 うん、まああんま欲しくはないんだけども、欲しい、欲しい。何すかね。なんすかね,、うんなんすかねな。なんて表現していいかわかんないですけど。うんまあ、僕は結構このマイナスをプラスに変える方が結構原動力になってる部分がありますね。プラスで動いてるというよりかマイナスで動いてるというか。まあ、例えばよくあるのが、 なんかあの、まあ、僕はね、久保さんと違って、ま、商品ガンガン売ってるわけなんですけども、お客さんから、ま、悩み相談いただきます。で、その悩みとか質問の中で、いや、あのー、なんだ、まあ、僕も高額な商品売ってるわけですよ。で、それを買ってもらいたいわけですよ。そっちは利益出るからね。だけど、他の塾に金払ってないみたいなね。他の塾に金払って騙されてとかね、 で、僕のところ来て、僕にはお金払えないけど相談来るっていうね。くっそーみたいなね。これね、一番ムカつきますね。なんかそっちで、そっちで、まあしょうがないんですよ。しょうがないんだけども、僕に悩み相談だから、僕に相談というかね、吉谷さんみたいなね。来るんだけども、お金ありませんと。他で使ってますと。で、吉谷さんにか払う金がありませんと。くっそーみたいなね。別にその人は悪くないかもしれないですけど、なんか、なんかムカつきますよね。 そ,そっちにはお金払えるのに俺には払えねえのかと <laughs> でそのお金払ってる払ったその人より結構サポート結構やってんだけどなみたいな, <laughs> なんか結構ねそれね憎っていうかね憎しみというかねクソ負けてたまるだからそれはねあのなんかそうならないためにも一番が僕であるみたいな一番が一番が僕であるためにまあ発信頑張っていきたいなっていう まあしょうがないですけどね。まあそんな感じでそういう思うことが結構僕はありますね、はい。そっちでは払えてこっち払えないとかと。<laughs> じゃあそっちからそそ、すみません、そっちでサポート受けてくださいみたいなね。<laughs> 言ってらっしゃい。